野み山赤月は日本の洋画家。勲党は文化勲章。東京芸術大学名誉教授、文化功労者。本名は野み山赤月であり、文化勲章受章時の名簿でもそのように記載されているが、名の赤月は旧事態のため、新事態で野み山行事とも表記される。福岡県ほなみ村にて炭鉱経営者の子として生まれる。 東京美術学校入学当時は、故郷の炭鉱製作の原風景とし、その後12年間のパリ生活を経て、抽象画へと変化。帰国後は、東京芸術大学で教え、美術学部助教授、教授などを歴任し、同大名誉教授となる。文化勲章受章に際して、文部科学省により公表された、肖像写真が行意以外では、書いたエピタフ山召喚の監修。 久保島誠一郎と協力し、戦没画学生の遺作の収集、保存に奔走、それが、無言館設立へ直結した実績を持つ。東京メトロ福都新線、原宿駅名治神宮マイパブリックアート、いつかは会えるのみ山行事作のみ山行事、ステンドグラスメイキングビデオ YouTube 洋画家、のみ山行事作家、堀江俊幸特別対談 YouTube。ありがとうございます。